です今日は10月のテスラを一気に振り返っていきます。結論から言うと10月のテスラは車の会社から AI ネットワーク企業へと進み始めた歴史的な1ヶ月でした。未来の形が静かにしかし確実に姿を見せ始めています。では早速 10月を象徴する3つのテーマから見ていきましょう。1つ目は FSD がついに世界へ動き出したということ。2つ目はテスラが AI 企業としての進化を公式に宣言したこと。そして3つ目は車が走る AI ノードになり始めたということです。この3つの視点で10月を見直していくとテスラがこれからどこに向かうのか。 明確な未来が見えてきます。まず一つ目、FST の世界展開というテーマです。10月、FST はアメリカだけではなく、スウェーデンでの行動テストが許可され、さらに日本では日経や東京新聞といった大手メディアが実際に試乗し、実用レベルにあると評価しました。さらに国土交通省は、後継型自動運転機能の制度設計を進めています。 つまりすでにテスラを持っている人でも公式に FST をアップデートで利用できる未来が見え始めたということになります。ここで少し補足させてください。FST っていうのはフルセルフドライビングの略で車が自律的に走行しドライバーの介入を最小限にする技術を指します。この仕組みが社会に普及するには技術だけではなく 安全性、データ、そして制度が揃う必要があります。10月はその制度面が大きく動いた月でした。もう一つ重要なのがイスラエルです。政府レベルで承認プロセスが進んでいて、オーナーによる署名活動まで起きています。f s t が国単位で認められるタイミングが ついに来た。これはテスラの未来にとって非常に大きな意味を持ちます。なぜならこの流れが一度始まると FST はドミノのように次々と世界中に広がっていく可能性があるからです。そして僕は個人的に日本はその流れの中で比較的早いタイミングで FST が入ってくる国になると考えています。 理由は交通の複雑さ、テスラの安全性のデータ、そして制度づくりの動きが備わってきているからです。次に二つ目のテーマです。テスラが AI 企業としてのフェーズに本格的に入ったということです。10月の決算でイーロン・マスクさんははっきりと テスラは AI 企業として次の段階に入ったと話しました。決算では利益が圧迫された部分もありましたが、それは短期利益ではなく未来の基盤に投資をしている証拠です。特に注目したいのが AI5 チップです。この新しいチップは現行の AI4 チップに比べてなんと40倍の性能でコストは10分の1。これは 単なる性能のアップではありません。AI を社会全体に広げるための効率そのものが変わったという大きな意味があります。そしてテスラは このチップを自社製造しながら TSMC やサムスンと連携して量産体制を整えています。AI の未来をサプライチェーンごと抑えに来ているわけです。さらにオプティマスです。今月テスラはロボット関連の採用を加速させました。注目すべきは研究だけではなく製造ラインの採用が増えているということになります。つまりテスラはロボットを 作り始める段階、ここに入ったということになります。人型ロボットというと、まだ遠い未来に感じるかもしれません。ですが、テスラは 工場、街、家庭、あらゆる場所で学べる AI を持っています。これは他のロボット企業が持っていない圧倒的なアドバンテージです。そしてサイバーキャブ、テキサス州オースティンでロボタクシーの運用範囲が10倍以上に広がりました。また、必要ならハンドルをつけるという発言もありましたが、これは諦めではなく、 実行に向けた現実的なステップです。規制に合わせて段階的に前進する、その意思をはっきり示した重要な動きだと思います。そして3つ目のテーマは、車が稼ぐデバイスになる未来です。 10月、保険の世界でも大きなニュースがありました。アメリカのレモネード社が FST で走った距離をほぼ無料で保険にできる可能性について言及しました。テスラの自動運転はすでに人間より安全であるデータが備わっている。 だったら保険料は下がる。これはごく自然な流れです。日本でもテスラ専用保険のアークエイドが広がってきています。修理や台車もスムーズで、テスラ時代の安心を提供する仕組み。これが整いつつあります。さらに、AWS on wheels という構想も久しぶりに出てきました。簡単に言うと、車が停車中に AI 処理をして収益を生む可能性があるというものになります。これはまさに AI 時代の 売電です。太陽光発電の家が売電したように AI を持つ車が収益を生む未来が見え始めているということになります。実際日本の中古テスラ市場でも車両が減ってきているというデータがあります。売らずに持っておく。なぜなら将来の価値が上がる可能性があるから、テスラオーナーのマインドが 所有から未来資産に変わり始めているんです。ここまでお話ししたように、10月のテスラは AI、自動運転、ロボティクス、保険、そしてネットワークを使ったビジネスへと多方面から未来の姿を見せてくれました。どれも静かな変化ですが、その積み重ねは確実に大きな波へと変わっていきます。では、最後に考えてみたいことがあります。テスラは本当に車の会社を卒業するのか、 僕は答えははいだと思っています。もちろん車は売り続けると思いますけれども、車がメインではなくなっていきます。もちろんすぐにではありません。ですが、10月の動きを見ると着実に進み始めているということが見えてきます。テスラは移動の未来を作るだけではなく、AI の時代を動かす社会の OS になろうとしている。その変化に気づいている人はまだ多くありません。だからこそ今このタイミングでテスラを見ているということに 大きな意味があると僕は思いますさて11月今月はどんなことが起きるでしょうか きっと今月も多くのことが起こると思いますが、日々情報収集して YouTube で発信をしていきたいと思います。では今日のねコメントを紹介したいと思います。今日はナ金沢さんのコメントを紹介します。ナ金沢さんはアメリカに住まれていて、普段から FSD を使われている方です。では内容ですけれども、日本から来る友人に FSD を体験してもらうと、一変に FSD の認識が変わります。日本でも FSD を体験ドライブできますので、ぜひとも試してみてください。FSD より過励による免許返納が考慮されるといいですねというコメントいただいておりますはいありがとうございます FSD は体験すると認識が変わる これはテスラを体験すると認識が変わるっていうのと同じですよね。僕はまだ FST を体験したことがないですけれども、体験すると必ず認識が変わると思っていますので、FST が日本で導入されたら、僕のモデル Y はハードウェア3なので、すぐには導入とは言きませんけれども、ハードウェア3対応の FST ライトっていうのも開発中と言われたので、それが実際に使えるようになったら、ぜひ使ってみたいなと思います。はい、ということで今日の内容は以上となっております。今日も最後までご視聴していただき ありがとうございました素敵な一日をお過ごしくださいではまた 水信です。皆さん、毎日の生活の中で洗剤は必ず使っていると思います。この洗剤なんですけれども、実は海を汚す元になっているのをご存知でしょうか食器や家などは綺麗になるかもしれませんが、実は地球を汚している。例えば想像してほしいんですけれども、洗剤の泡なんかを庭の草木にかけようとした時に、それはまずいでしょって思いませんかハイターなんかを植物に吹きかけたりしないですよね。 つまり洗剤っていうのは環境にはあまりよろしくないんですけど僕が家で使っているナノトップっていう洗剤があるんですがこれは洗浄成分が 100%植物性なので自然を汚さないんです。しかも洗浄力もバッチリです。さらにもっといいのがこれ一本で家中掃除ができるということです。食器もトイレもお風呂も車だってこれ一本で掃除ができます。ぜひ興味がある方は概要欄にナノトップの公式リンクを記載していますのでそちらよりご覧ください。またナノトップのインスタもありますのでそちらもぜひご覧になってみてください。環境のために自自分分でででできることは自分で取り組んでいく 現在はナノトップに変えることでそれだけでも SDGs になりますまたナノトップは除菌効果もありまして50倍の希釈でもコロナやインフルエンザの予防につながりますそういった点も魅力としてありますそしてやっぱり 気になるのはお値段だと思いますが、通常販売されている洗剤と比べて圧倒的に安いと思います。そちらも公式サイトからご確認いただけたらと思います。正直僕は洗剤はナノトップに買えない理由はないと思っています。ぜひまずはオンラインショップからご覧になってみてください。何かナノトップに関してご質問があれば僕の方でもお答えができますので、ぜひね聞いてみてください。はい。ではね、今日も最後までご視聴していただきありがとうございました。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。